スバンテ・ペーボは、スウェーデン生まれの生物学者。専門は深海電学。1955年に、ストックホルムで、ノーベル賞受賞者すね、ベディストロームと、彼の愛人だった、エストニア人の科学者カリン・ペーボとの間に、婚外子として生まれる。父親のベリストロームと精細との間に生まれた、同い年のビジネスマンの兄は、2004年に、 父親が亡くなる直前の告白により、初めて、米母と自分が兄弟であることを知った。エジプトのミイラに強い興味を持ち、ウプサラ大学の文学部で科学し、エジプト学、ロシア語を学んだ後に、父親のアドバイスに従い同大学の医学部に転部した。ウプサラ大学で1986年に学位を取り、1997年から、 ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所で遺伝学部門のディレクターを務めている。アメリカ人の霊長類学者との間に二人の子供がいるが、実はバイセクシャルだとカミングアウトをしている。ペーボの部門は2002年に言語遺伝子フォックスプを報告した。この遺伝子は言語障害のある人々で欠損している。ペーボは古代人類に遺伝学の手法を用いる分野 恋伝学の創始者の一人として知られている。2006年には、ネアンデルタール人のゲノムの復元計画を発表した。2007年には、ダイム誌で最も影響力のある100人に選ばれた。2010年3月、ペーボと共同研究者は、シベリアのデニソワ洞窟から見つかった指の骨を DNA 分析し、未発見の人族のものである可能性を発表した。 2010年5月にペイボラのチームはネアンデルタール人のドラフトゲノム配列をサイエンス誌に発表しネアンデルタール人と現世人類の間で交雑があった可能性が高いことを報告したしかし一部の考古学者はこの発表を疑問視している2000年にスウェーデン王立科学アカデミーのメンバーに選ばれた2008年にはプールルメリット勲章2009年には ドイツ連邦共和国功労勲章を受訓した。ありがとうございます。